6.5から284ノルマとは、284ウィンチェスターを 6.5mm にネックダウンしたものをベースとしたワイルドキャットカートリッジである。親薬莢の、284ウィンチェスターは1963年、頃に作成されたが広く、商用に普及しているとは言えない。6.5口径では、より長く、空力的に良い弾頭を使用できる。1999年、 ノルマが CIP に企画を提出し、6.5mm から284ノルマとして標準化された。6.5から284ノルマはベンチレスト射撃競技で広く使用されており、また非常に精度の高い長距離予想弾として知られている。リッチデシモンは6.5から284の改良版を使用して1000ヤードで1.564インという世界記録を樹立した。 その後、このリッチデシモンの1000ヤードの記録は、338ラプアマグナムベースの、300ハルクというワイルドキャット実ッを使用して1.403インのグルーピングを記録した、トムサーバーによって2007年に破られた。一方で、ほとんどの狩猟用ライフルでは100ヤードから200ヤードで、同じようになる。1 4グレーンの弾頭では3000フィート、S までは安全に運用できる。 またこの光景では多くの人気のあるハンティング用の玉があり、狩猟用の相談としても最適である。ありがとうございます。